私は、公益社団法人七尾青年会議所第62代理事長をお預かりさせていただいております、山口英二と申します。まずは、率直に、新型コロナウイルス対応実践プロジェクトにおきまして、我々七尾青年会議所の頑張ろう七尾プロジェクトが、グランプリをいただいたことを大変嬉しく思います。このプロジェクトはいくつかのプロジェクトがありまして、飲食店や 一次産業を支援するもの、安心・安全を訴えながらも、新たな生活様式によって行うイベント、そしてお祭りが中止される中、オンラインでおうちでのお祭りの開催、そのプロジェクトを我々、青年会員所のみならず、七尾商工会二所、中小企業振興委員会、町づくりセンター、六億商工会と連携し、 競争できたことが大きな要因となりこのような素晴らしい賞の受賞につながったと感じておりますこの場をお借りしまして各種団体の皆様に厚く御礼申し上げます今回京都の地にて参加が叶わなかったことは大変残念ではございますが我々七尾青年会議所ルームメンバーそしてともに活動を行いました各種団体の皆様と 喜びを分かち合いたいと思います。最後となりますが、このような素晴らしい賞をいただきまして、改めて感謝申し上げるとともに、今後も青年会議所活動に邁進することをお約束させていただきまして、挨拶に変えさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。